ん細胞が増殖するスイッチを切ることが転移と再発を防ぐ最良の方法だと思います、っていうふうに書かれてます。皆さんこんにちは、竹島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、野口生態及び新嫁生態に興味ある方のために、あと少し心理学の話を交えながら皆さんの心と体の健康に役立つ情報をお届けしていければと思います。今日はですね、がんについてっていう話をしたいと思います。がんのスイッチを切れって書いてますね。まあがんに悩んでる方に、今もうね、日本人の2人に1人はがんになるって言われてる時代で、がんに悩んでる方たくさんおられます。で、多分まあ、2人に1人がなるんですから、もしかしたら僕も将来ね、そういうがんになるかもっていう、2分の1の確率ですからね、まあ、なるかもっていうことで、ここで皆さん、一つこのがんのスイッチを切れって何やっていう話をしていきたいと思います。これはね、また新嫁先生の本の中で言われてる超生態健康法っていうね、本の中で言われることで、またこの Amazon タブレットのの本の中から紹介したいと思うんですけど、がんの体に共通する脊椎の異常を正常にして、がん細胞が増殖するスイッチを切ることが転移と再発を防ぐ最良の方法だと思います、っていうふうに書かれてます。セミナーでもよく言われてたんですけど、まあ、はっきり言うと右の骨盤を上げて、胸椎8番ってちょうど背中の真ん中ら辺にある、背骨脊椎なんですけど、まあ、それの左のね、二足三足っていう、まあ、より詳しく言うとそれの部分を調節すると、がん、それがいわゆる新嫁先生のがんのスイッチだって言われてました。だからそこをちゃんとこう右の腰を上げて胸椎8番を調整しとくと、がんのスイッチがね、オフになるんで、がんが今言ったように増殖したりとか再発したりしないよっていうふうに言われてました。二宮先生のもとにはね、たくさんのがんの方が来られてて、でいつもそういう奏法をね、そういう施術をされてたんで、されてて、でまたそれでかなり良くなった方もいらっしゃいますし、で僕のところにね、来られてた方でも、なんていうかな、まあ、がんが治ったとは言わないですけど、やっぱりね、同じ、まあ、僕もそういう奏法をね、皆さんにしてあげると、例えば抗がん剤治療されてる方ね、抗がん剤治療してると食欲がなくなったり眠れなくなったりとか、そういう副作用がね、副反応っていうのかな、今そういう副作用が結構起こって苦しんでらっしゃる方たくさんいるんですけど、まずそれが楽になるって言われましたね。僕のところに来られてね、同じように右腰上げて8番調整してあげると、なんか食事できるようになりましたとか、晩寝れるようになってすごい楽になりましたって。だから、抗がん剤治療ってね、すごいこう辛いしんどいもう大変なものらしいですけど、それがすごくこう楽にできるようになりましたっていうふうにね、そういう方たくさんおられます。僕のところにもたくさん来られました。二宮さんのところにもたくさんおられました。ということで、やっぱりこのね、何が言いたいかっていうと、生態の凄さですよね。がんが治るとは言いません。治るとは断言しませんけど、がんの体、がんになった人でも、やっぱり生態でできることはたくさんあるっていうことを皆さんにちょっとお伝えしていければと思いました。ということで、ちょっと短いですけど、がんのスイッチを切れ、スイッチオフにすることは生態でもできます。ということで、皆さんにもこの事実を知ってほしかったなと思いました。それでは今回はちょっと短いですけど、これでお話を終わりたいと思います。できれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今後も応援よろしくお願いいたします。